皆さんこんにちは。もうコロナのせいでもう全然散髪にも行けないので、この際髪の毛伸ばそうと思ってんの。僕が小学生中学生だった頃は長い髪の毛でめちゃくちゃ憧れてて、で結構伸ばしてたりとかしたんだけど、あの学校の理由とかでいつもなんか男子は襟に髪の毛が触れたらダメとかっていうわけのわかんない、今では超差別なこととか言われてて髪切ってたんだけど、髪切れないから髪伸ばそうと思います。ってことで、しばらくの間ちょっと髪の毛変かもしれないんですけど、この途中経過の毛が気になりすぎると思うんだけど、はい、ご了承ください。今日はちょっと前から結構集めてたリアーナのフェンティを使ってこのメイクしていきたいと思います。でもさ、みんな本当のこと言っていい？俺さ、アリアナグランデの方が好きなんだよね。はい、まず下地からなんですけれども、こうフェンティの下地はリアーナ本人がコンサートに行ってもこう汗をかいた時にメイクがよれないようのためのヨレ防止重視の下地なんですけれども、どっちかというとこう毛穴を埋めるタイプの下地なので、顔全顔に塗るというよりもたった少しの量を、あの指でもいいんですけど、毛穴の気になるところとか、この油が出やすいところにだけに集中してこう押し込むようにして加えていきます。こう下地はどっちかというともう少し濃いクリームのような感じなので、あの全顔に塗る用の下地ではないです。結構塗ると肌に感じるっていうぐらい結構重い感じがするので、これこそ本当に薄く塗らないと後で日を過ごすうちにこう結構崩れてくるんじゃないかなと思います、塗りすぎた場合。ファンデーションは僕はフェンティでは185番使ってます。これもさっきの下地と一緒で、こうステージのこう崩れ防止用にちょっとセミマットっていうよりもどっちかというとマットの仕上がりなので、こちらもつけすぎるとすごく重く感じるファンデーションなので、まずこう筆でこう薄くこう伸ばしていきます。で、筆で伸ばした後にこう濡れたスポンジに戻ってこう押し込んでいきます。僕はこうやって水分を少し足すことによって、その究極にマットになりすぎるのを防ぐのもあるんですけれども、まあ、もしすごく乾燥肌の方とかだった場合、指を使っていただいてもいいと思います。指を使ってちょっと猪狩さんのメイクテクニックのように、わざとこう指の油分を足してあげて、もう少しこう素肌感を出すと、このファンデーションは綺麗だと思います。キャンバスのように何もない顔になると思います。実際にどれだけ好きなのって聞かれたら、まあ、僕はこうさっき現品見せてないと思うんですけども、それはこうサンプル持ってて、コロナで閉まっちゃう前にあのセフォーラでサンプルとかもらっといて使ってる程度なので、正直なこと言うと、まあ、下地だと多分好き嫌いがあって多分個人差がすごくあると思うんだけれども、ファンデーションに関しては個人的にはロレアルのインファレブルフレッシュウェアの方がもっとお肌が息できるような感じがするの でもう少し素肌感もあるっていう感じで、個人的には僕はロレアルの方が好きです。次にこちらのプロフィルターコンシーラーがあるんですけれども、僕は140番といってかなりファンデーションに比べて明るい色にしたんですけれども、これは明るい肌のピンクのアンダートーンのある方用のコンシーラーなんですけれども、僕は目に関してはここがすごくブルーになったりとかするので、イエロートーンのコンシーラーを使ってもすごい消えないことがあるので、カラーコレクティングのためにブルーをキャンセルすることができるピンクのアンダートーンのコンシーラーを使って、この青みを消しつつ、クマを消しつつ、そしてハイライトしていきます。はい、まあ、見ての通りそこまでひどいわけじゃないんですけれども、少しこのブルーが個人的には気になるので、まずこう目頭のとこ、ここに塗るのと、僕このコンシーラー使ったことないのでちょっと慎重に使ってみます。もしかしたらすごいカバー力かもしれない。このコンシーラーは指で馴染ませていきます。こう見た目感じからして、どっちかというとセミマット風のフィニッシュだなっていう感じがするので、指の温かさと油分を使いながらちょっとそのパウダーフィニッシュっぽい仕上がりを消します。まあ、見ての通りこのピンクアンダートーンの色を使ったおかげ でコンシーラーここちょこちょこって塗っただけだけど、すごく綺麗にクマが隠れました。この目の下のハイライトっていうのはコンシーラーじゃないといけないんですかって質問いただくんですけれども、このコンシーラーでハイライトするテクニックっていうのはごく最近生まれたテクニックで、実はというとあの YouTube と Instagram によって拡大されたそのトレンドなんですよね。昔からのメイクアップアーティストのトリックはもうファンデーションだけだったんですよ。ファンデーションの明るい色を使ってハイライトして、少し濃いみの色を使ってシェーディングするっていうのがテクニックだったんですけれども、特にね最近のこうパパラッツィの使うようなカメラっていうのはすごく性能がいいもんで、もう毛穴とかも見えるくらいなので、
それだけカバー力が必要になるっていうことでみんなコンシーラー使い始めたって感じなんですよね。はい、ここまでちゃんとステップが綺麗にできていれば、パウダーもすごく少量で済むはずです。ベーキングとかしなくても。で、このパウダーが、こちらのパウダーになるんですけども、これミニサイズなんですよ。ルースパウダーのミニサイズってめっちゃ嬉しくないですか。これは、バターって色になってます。このパッケめっちゃ可愛い。バターの色は名前の通り少しイエロートーンのコンシーラーになっています。なのでこうベースを邪魔することなくセットできると思います。すごく毛穴を消してくれる系のパウダーなので、すごくお肌が綺麗に見える。そして甘い香りもします。次に全体的なバランスを見るために眉毛やっていきます。眉毛の描き方はめちゃくちゃ詳しくこの前の動画で説明しているので、もし見たい方はまあ概要欄にも貼っておくので見てください。3、はい、完成です。こんな感じになりました。次にアイシャドウやっていきましょう。アイシャドウベースフェンティが出てるんですけども、そっちは持ってないので、今日はこのアナスタシアベバリーヒルズのアイプライマーを代理していきます。代理部長代理とか、ね、はい。アイシャドウパレットはこちらの、これ名前あるのかな、モロッカンスパイス。このちょっとエセリアルな感じいいですね。これは初めて出たアイシャドウパレットだと思うんですけれども、まあ出てからすぐに結構セールになってて、いまだにセールでどこにでも売ってるので、ね、こんなに綺麗なパレットなのになんでセールになってるんだろう。はい、僕自身はこのアイシャドウをまだ一回も買ってから使ってないので、今日一緒に使っていこうと思います。まず僕はハイライトからしていくのが好きなので、眉骨と目頭をハイライトすることによって他のアイシャドウのバランスが取りやすくなるので、まずこちらのこの色を取ります。あ、これはなんかリフレクトがあってピンクに出てきますね。ピンクに出てくるハイライトって本当はすごく好きで、さっきコンシーラーで言ってたみたいに、こう目頭でピンクのアンダートーンを使ってあげるとブルーが消えるって言ったじゃないですか。その目頭のハイライトも一緒で、こうピンクの混じった色を使ってあげることによって、こう目頭のこの青みが消えるんですよね。昔から好きだったのがアディクションのマイベイビーとかピンクパイソンとか、こう目頭に入れてこう思いっきり目を明るくしてあげるの好きでしたね。今日のイメージからしてどちらかというとこうブロンズっぽい、こう温かい感じのルックにしていきたい感じがするので、この色をねアイホールに使っていきたいんですよね。なのでまずこの色で形作りしていきます。先の丸い筆に先に取って、すごい色だな。手の後ろに色を落としてから、僕よくアイシャドウある時ってこう鏡、このアイパライトの鏡使ってるんですけども、これを顎の下ら辺に持ってきて、まあ、自分見るときすごい自分の顔ブサイクなんですけど、こうまぶたのスペースが全部見えるので、すごくアイシャドウがやりやすくなります。ブロンズの色、その色を中指にとって、アイホールにのせていきます。指先をこの骨を感じながらこうやって左右に動かしてあげて、発色の強く強いアイシャドウなので、ちょっとこう磨きをかけてあげながら何回かこうやってこすってあげるとアイシャドウに光沢が出ます。最初の茶色の色を目尻に集中するんですけれども、こう筆の先を使ってこう黒目のくるところにあたりに来たら、あるかないかのぐらいまでぼかします。このワインカラーのボルドーの入った茶色とこの寒色のブラを混ぜます。はい、このアイルックを見た時にもう少しここに奥行きが欲しいなっていうのと、目尻にも少し欲しいっていう感じがするので、ここに少しずつ足して、こうやってブレンドするときってすごく柔らかくブレンドしたいので、皆さん筆をこう持つんじゃなくて、こうもっと先っぽを持ってください。そうするともっとこうブレンドするコントロールが効きます。そして仕上げにここにこの金のアイシャドウがあるんですけれども、グリーンのリフレクトがあって、うちの Mac のあのアイラクトウォッチだったからにすごく似てるんですよね、ダズルシャドウに。それをトッピングとしてポンポンポンと乗せます。わー、はい、全体的にこのアイシャドウパレットめちゃくちゃ使いやすかったです。そしてお互いになんと色のブレンドしやすかったのもありますし、はい、すごくいいと思います。セールのうちに皆さん興味のある方は買ってみてください。はい、今日のマスカラなんですけども、まあ、フェンティのはないんですけれども、このファンの方から送ってもらったプレゼントのやつがあるんですけど、このイニスフリーのスキニーウォータープルーフマスカラっていうのがすっごくいいので、これこちらをちょっとお見せしたいんですけども、この前まではずっと Mac のエクステンデッドプレイギガブラックばっかり使ってたんですけど、こっちの方がいいんですよね。
アイメイク完成するとこんな感じです。はい、次に、ベースメイクを終わらせていきたいんですけど、フェンティの中でも一番有名なのがこちらのマッチスティックスだと思うんですけど、僕が持ってるのは4色で、まあ、こっちはチークカラーって感じで、これハイライトで、コントアリングがこれなので、これ全部マグネットでくっつくんですよ。で、こちらのアンバーのやつを取っていきます。フェンティのグローバルアーティストさんの、プリセラーオーノって言うんですけども、言ったのがこれ結構乾燥気味のこのフォーミュラなので、まずこの手の後ろでこう温めて溶かしてから使うと使いやすいそうです。で、このアンバーのやつは、あと明るいお花用の、シェーディングの色なんですけど、どう見てもめっちゃグレーなので、これだけは試したことあるんですよね。一体これを顔に塗るとどうなるんだろうって、あんまりにも興味津々だったの で、その時はちょっと使い方難しいなと思って、あまりにも灰色すぎて、マジで真っ黒クロスケもびっくりなぐらい灰色っぽいので、フーダビューティーのこのタントアのこの明るめの色、全然色が違うでしょ、これを一緒に混ぜて使うとすごく使いやすいと思います。まあ、フェンティにも違うこのアンバーじゃない色も売ってるんですけど、まあ、ちょっと2色買う気にならなかったのでこれを手の後ろでよく色を混ぜます。僕は自然とこう丸側で慎重に少しずつ足していきます。あまり不自然にならないように。ここから始めて筆をこうやってシュッてこう離していく感じ、まあ、スケッチと一緒ですね。だんだん濃くなっていって良くなってきたらね、ちょうど良くなったので、ここら辺で止めておきたいと思います。あんまりこれ以上いくと不自然になると思うので。もう一つ言いたかったのが、直接このマッチスティックをこうやって顔に塗ってから出しますよとすると、すっごく難しいと思います。ドライなフォーミュラなだけに、下のファンデーションも剥がれると思いますし、すごくムラになると思うので、メイクアップアーティストさんのこのプリセラーのやり方で、まず溶かしてからこうやって筆に取ってなじませてあげた方が、こういう風にね、超ナチュラルになじませることができると思います。今日使うアイテムの中でも最もめちゃくちゃ楽しみにしてたのがこのクリームチークで、僕は、まあ、いろんな色が出てるんですけど、こうペタルポッピングって言って、こうピンクだけど少しこのコーラル系の入った色、これが使いやすいかなと思ってこちら買いました。これは同じ筆にとって、これもまた手の後ろに外してから塗ります。こちらは色からして優しい感じなので、その印象を与えるためにも、こう洗ってこの頬の上がるところに乗せていきます。で、ハイライターに関しては、マッチスティックでは僕は昔から持ってて好きなのがこのコンフェッティって色で、デュオクロームな感じで、これユニコーンな感じの色があって超綺麗なんですよね。これはね、フルサイズのやつはこう真ん中に分かれてて、ハスラベイビーとミンバニーっていうのが入ってるんですけども、こちらはもう少しラメの強めのハスラベイビーのミニサイズになってます。これ多分ね、お肌なじみがめちゃくちゃいいと思います。こうピーチのアンダートーンがあるのとゴールドなので、おお、この色、これもねちょっと指を使ってのせていきます。わー、ハイライターってたまに中にはすごいニキビ跡とか強調されちゃうやつとかあるんですけども、これは強調されないのでいいですね。この中ではもう少しピーチ寄りなのかなと思ったけど、顔にのせるとかなりゴールドです。この濡れた感じのハイライターが好きな方にはたまんないと思います。はい、そしてリップは、またマッチスティックに戻って、このヤクトライフに戻って、こうピンクだけどこうすごいゴールドのリフレクトが入っててめっちゃ可愛いんですよね。これ初めて使うんですけども、あまりにもまたプリセラーがこれを僕くらいのお肌の方には毎回使ってて、めちゃくちゃ可愛いんですよ。で、これをまた手の後ろで溶かしたので、これを指に取って、はあ、What? このゴールドがちょうどよくこう奥行きが出るのが見えますかね。リップがもっとプルンとして見えるというか、僕はいつもこの効果が欲しくて、いつもマットの唇の目とかをグロスとかするんですけど、これはこのままで大丈夫ですね。グロスいらない。はい、このままだとちょっとボケた感じなので、マックのサブカルチャーを使ってちょっと形整えます。はい、こんな感じでフェンティフルメイク完成です。わーお、わお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 、何これ、なんか今日のシャツとめっちゃ似合ってるね。なんか桃色の感じがちょっと統一されてるモノトーンな感じ。
めっちゃ好きよ。好きよ。特にこのリップちょっと感動してます。このアイシャドウも結局こう時間が経つにつれてもっとこう肌に浸透してきたっていうのもあって、こう全然アイシャドウのついてるって感じよりもお肌とこう一緒って統一してるって感じがすごくするので、アイシャドウもすごくいいですね。こうシェーディングとかあのハイライトとチークはいつもより少し軽めにしたっていうのもあるんですけれども、これも全然こうメイクしてますって感じよりも自然にこんな感じですっていう感じも出てるので、やっぱりあのフェンティのこのメイクのこのレベルはめちゃくちゃ高いと思います。はい、っていう感じで今日は久しぶりにメイクでめちゃくちゃワクワクしました。やっぱりこう色のセンスがいいのと、こうメイクってルールはなくてもセオリーはあるものなので、ちゃんとそれを駆使している、かつこうセレブリティのメイクアップブランドであるっていうのがすごくいいですね。はい、それでは今日もご視聴ありがとうございました。もうそこまで来ちゃってるんですけども、まあ一応5月10日までに10万人登録者数いきたいっていうのがみんなの一緒の目標だったので、まあぜひ、まあ、動画が良かったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。